はい、どうもひこもんです。ヘルメット着用義務化に伴いこの度ヘルメットを購入してみました。まあ、義務なんでね、強制力はないんですけどね、この機会に一つ持っていてもいいかなと思ってね、買ってみました。でね、このヘルメットはまず Amazon でね、定格帯のヘルメットを探すと出てくるんじゃないかなと思います。で、そのヘルメットはさらに500円ぐらい安くなったので買っちゃいました。お値段はね、29パーぐらいです。まあ試すにはいいでしょう。ただ大きさですよね。 L サイズを選んだんですけど、それでもハマるかどうかっていう感じです。私の頭ね、平均よりでかいみたいです。私の頭で大きいんだったらもっと大きい人はどうなっちゃうんだっていう感じですけどね。そんな大きいのかな。形が変則的なのかもしれない。足もね、足の幅が広くてね、靴選びが大変です。だから普通だったらね、 XL みたいなサイズを選ぶんですけど、 L までしかなかったです。メジャーで測るとね、58センチぐらいなんですよね。58センチだと L の下の方なんですよね。帽子を買おうと思うと L じゃダメです。私3回ぐらい失敗しました。で、最終的にね、大きめのサイズっていうのがあるんですよね。 L よりも上の、それを選ぶようになって大丈夫になりました。認めたくないがどうやら大きいらしい。今回被ってダメだったらお店に行って選ぶしかないですね。なんかお店のヘルメットはやたら高そうなんだけど、まあモンベルなら間違いないかなっていう感じです。モンベル大きいサイズあんのかな。そうそう、それとね、サイズが本当ないんですよ。楽天とかでもみんな買うんでしょうね。今回のもね、しばらく在庫なかったんですけど、今回はあったんで買いました。前置き長いですけどね、被って終わりですからね。出してみたら結構でかい。 Amazon のレビューに重いってあったんで心配だったんですけど、割と軽いです。これぐらいなら許容範囲じゃないから、まあこんなもんでしょうって感じ。軽すぎても心配になっちゃいますからね。なんかこれならいけそうな気がする。あとこの形がアジア人タイプになってるそうです。本当かなっていう感じですけど、だからアジア人といえば足の幅が広い、多分それが私ですね。なもんで典型的なアジア人なのかもしれないです。なもんでその辺も考慮してこれを購入しました。テープでガッツリ封がされてます。出ました、初めてのヘルメット。中学生の時にね、ヘルメット被る人もいるかもしれないですけどね、私の学校はヘルメットなしでした。ちょっとね、くっついてます。ハサミ持ってこないとダメだ。では貯金、付属品です。ちゃんと説明書も入ってます。アウトドアマスター。まあ、説明書、簡単な説明です。ちゃんと日本語で書いてあります。こういうね、斜めになってたらダメです。水平に被るようです。まあ、このヘルメットはね、自転車に限らずね、スケートボード、ホイールスケート、スキー、スノーボードなどに被ることを目的としているそうです。自動車やオートバイの乗車時には適用されません。自動車ってすごいですね。レースとかですかね。パッドのスペアが1つついてきます。こっちは前、こっちは後ろですね。同じ形してます。てっぺんのやつはこれだけです。これが何でくっついてるかっていうと、マジックテープです。こんな感じでマジックテープのやつが貼ってあります。そのうち剥がれてしまいそうな気がします。ところどころなんかこうボツボツがあります。なんだろう、このボツボツ、滑り止めかな。サイズなんですけど、 L サイズ56センチから61センチです。 CPSC アメリカ合衆国消費者製品安全委員会のヘルメットの規格に適合している、適合しているそうです。顎のところにもクッションがあります。これも外せます。で、ここには発泡スチロールみたいなのがあります。発泡スチロールとは違うのかな。爪で叩いただけですぐ傷がついてしまいます。で、これでね、調節できるんですよ。あ、こうやるときつくなります。こうやると緩くなります。これが最大に緩くなっている状態です。この辺の機構はよくできている感じ。締まっていきます。緩めます。で、顎紐の調整も効きますからね。穴はですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個あります。本格的なサイクリングヘルメットだとね、すごい穴開いてますけどね、あれはちょっと私に似合わなそうだなと思ってこっちにしました。色はこういう色が良かったんですけどね、なかったです。ならばと、逆に目立ってやろうと、夜でも目立ちます。まあ、本当はね、目立つ色の方がいいと思います。黒とか闇に溶け込んでしまいますからね。これなら視認性バッチリです。この辺がちょっとツバ状になってます。
構まあデザイン的には悪くないと思いますけどね。ではいよいよ被ってみますでは緊張の一瞬、見た感じハマりそうではあります。ドゥッケン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 、うん悪くない。なんかヘルメットがでかいですね。でもサイズ的にはもうぴったりだと思います。なんかね眉毛が出てるからね変な感じがしますなんか乗っかってる感じがします。まあこういうもんなんでしょう。あまり深くかぶれすぎてもね視界が遮られちゃいますからね。まあ視界良好です。で顎ひもこの状態だと止められません。これはどっちで調整するんだ。顎ひもの調整なんですけど、この余りを伸ばしたり縮めたりすることで調整します。私はギリギリまで縮めていい感じです。ここの長さがねあんまりないんで調整がしづらいです。あとここ押さえてるところもゴムなんでいずれ切れてしまいそうな心配があります。顎のベルトの調整しました。あとは後ろですね、締めてみます。おお、結構きつく締められます。まあこんな感じですかね。なんか似合わないですね。頭につけると重さを感じます。 Amazon のレビューにサイドにこう隙間ができるってあったんですけど、私はそんなでもないですね。アジアンタイプがハマっているのかもしれないです。その人はアジアタイプじゃなかったのかもしれないです。足幅と同じように顔幅も大きいのかもしれないです。本当ね、なんか乗っかってる感じがするんですよね。大きさ的にはちっちゃいリュックにも入ります。まあ一つ入れたらいっぱいいっぱいですけどね。ドイターのバックパックのヘルメットを入れたところ、初めて本当の使い方をしました。たまに使う時でも服なんかを留めてました。ヘルメットとは縁のない生活でした。こんな感じね。バカリンチョ、なんかやっぱりね浮くんですよね。オレンジってのがまずったかな、目立ちすぎだな。いや夜は目立っていいんです。昼はちょっと目立ちすぎ。じゃあちょっくら走ってみます。悪くはないと思います。曇りの日もこの派手な色なら目立ちます。ここに人いますよってね。日が落ちるとこんな感じです。まあさすがに見にくいか。あでも光が当たれば明るい。黒は正直ないと思うんですよね。闇に紛れちゃいますからね。やっぱり学校のヘルメットがね白なのが分かりますね。ちょっとここでねスーパー入ってきたんですけど、やっぱり人の目が気になるヘルメットを脱ぐべきか。いやいちいち脱ぐのもめんどくさいしなと思ってね、かぶっていったんですけどね、やっぱりなんかチラチラ見られるような気がします。フルフェイスじゃないから大丈夫ですよね。常に顔を晒してます。いろんな監視カメラに映ってます。悪いことしたら後で分かります。というわけで初めて買った自転車のヘルメットでした。